はい、ゴスケでございます。今日はそんな長くならないかなと思うんだけど、あの手縫いらしさってなんだろうっていうのをのテーマでちょっと喋ってみようかなと思います。思ったんだけど、これやっぱ危ねえよな。怖い。どこでどう引っかかるかわかんねえじゃん。今単車乗ってるわけじゃないからいいんだけど、かといってこれこんだけだとさ、こう入っちゃうじゃん。入んねえか。わかんないけど、わかんないけど、こういって結び目大きくしたいよな。ちょっとこういってこういってこういってこうで引っ張る。もう一回転してもいいか。何を見せられてるんでしょうか、皆様は。さあ、手縫いらしさ、そうそう、手縫いらしさって何って、あまり考える模様なものでもない。ただ単に手で縫ってりゃ手縫いじゃんって思うじゃん。これしばしばテーマに上がるようなものな気もするんだけど、どうだろうね。綺麗な縫い目が好きな人とかね、一切乱れることなく綺麗に並んでるのがいいなって、理想だなって思う人もいるでしょう。でも綺麗に縫いすぎるがあまりにミシンみたいって言われる方もいるでしょ。全然レザークラフトとかやってない方、全然関係ない人に自分の作ったものを見てもらって、手縫いなんですって言うと、本当に手で縫ってるんですか、綺麗、ミシンみたいってあるでしょ。これってすごく微妙じゃないですか。別にそこを目指してたわけじゃねえのにって思いません？ね、じゃあ手縫いらしさって何なのさってことじゃん。ね。これはこっちへ締めていく。まあどうでもいいことやってますけど、これは人それぞれだと思うんだけど、本当人それぞれだと思うんだけど、そもそもこういうユーフェンのポリブレードとか、これはミシンには適さないです。構造上ミシンで縫うのはとってもミシンでは縫えない糸なのね。わかんない。これを縫うための特殊なミシンはあるかもしれないし、ゆっくり手回しなら縫えるかもしれないけど、通常こういった構造の糸、ユーフェンのポリブレードね、うちで販売しているやつ、これこういうのではミシンでは普通はないはず。それとか、この間も動画の終わりの方にちょこっと言ったんだけどね、これのこの刺入、これもミシンでは縫えない糸です。っていうので、もうこの糸を使ってるイコール手縫いなんだけれども、なんだろう。あとは、太さだよね。太い糸が好まれるじゃん。オルガンの針で、通常売ってる針で、10番、11番、12番とかあるんだけど、一番太いので25番っていうのがあるのね。25番っていうのは1番の糸でもよりも太い。0番縫うなら24か25で、25は1番も適さないってなってるんで、今0番専用糸なんだけど、0番って太いじゃん糸でも、縫えたりもするんだよね。縫えたりもする。セッティングとかちょっと面倒かもしれないけど、で00番っていうのもあるけど、そうすると針は何番使えるんだろうと思うんだけど、でもこう、なんていうのかね、
こういう太い、わりかし太い糸でこれぐらいのピッチで縫うと手縫いっていう、手縫い感が増すっていうのかな。うん、でこの斜めになってる縫い目っていうのは、あのミシンでもこういう縫い目は出せます。でもこの斜めが逆だけどね、ミシンでやる場合は右上がりになる、これは左上がりになってるんで手縫いなんだけど、そうね、何を求めてるかだよな。何をもって手縫いっぽいって言うんだろうって、ある程度揺れっていうのかな、わざとあの雑に縫うんじゃないんだけど、ちょっと手縫いらしさっていうとちょっと糸目の乱れがあるとか方が手縫いっぽいっちゃ手縫いっぽいじゃん。もう難しい話だよね。だから俺が思うのはやっぱりこのある程度の太い太さとか、このミシンでは縫えない糸のこの質感とかピッチ、細いのはね、あの普段俺ミシンで縫う時は8番の糸使ってます。5番も使うことあるけど大概8番ですね。8番でもピッチによってはすごく太く見えるんだけど、まあ一般的な全てのものを考えると8番でもまだ太い方だよね糸って、うん、だ20番とか30番は細いなっていう感覚があるけど、そうね、20番40番か、あ30番もあるな、40番は持ってないな。一番細いので20かな俺が今ここに持ってるのは、うん、やっぱ手縫いっぽさを見ると、でもな、そうは言っても細めの糸が好きで細いので細かいピッチで縫う方もいるしね、うん、これは本当好みかな、言っちゃえば本当に何を選ぶかっていうのはね、うん、そう、でもな、パッと見て知らない人がこう見ても、あ、これポリブレードじゃんってことは手縫いだねとはならないからね。ああ、こればっかりは買う人の身あれになってね。だからこそ俺は通常モデルとこう差別化を図るためにここに手縫いだよっていう刻印を入れるようにしましたけど。難しいね、難しい。でも手縫いっぽいっていうのはやっぱこうちょっとワイルドな感じ、広めのピッチ太めの糸っていうのが手縫いっぽく見えるなって、ミシンでも表現できるけどね、手縫いっぽく見えるからそういうのが好まれる傾向にあるっていうだけかな。うん、そんな風に思います。でもな、なんかそう、例えばこういうバスケットスタンプもそうなんだけど、綺麗に打ててる、一糸乱れるビシッとしたものか、ちょっと揺れがあるのか、どっちが好きっていうと俺ちょっと揺れがある方が好きだったりします。以前ね、あのテキサスに行った時にお土産で買ったベルトがあって、打ち損じが1個あるのを見つけたんだよ。あ、これだこれだって、これまさしく手で打ってるやつだもんなって、機械でバーってローラーでやってるのと違うっていうのがここでわかるよねって言って、わざわざそれを選んだぐらいなんで、うん、なんかなんだろう、綺麗なものを求めすぎてるんじゃねえかなって、そこに目標を置かなくてもいいんじゃねえかなって。綺麗さとか乱れなさっていうのは、数やってりゃまとまってくるとも思うなんかうまく言えないけどね、うまく言えないけど、でステッカーね、ステッカーはどれをセットしようかな。 NA モデルだからステッカーちょっと特殊というか特別なんで2枚入れてもいいかな、今回のロットはね。よし、出来上がり。誰のもとへ行くんでしょうね。本当これはね、
ゴールドパッチは今まで散々作ってきたけど、これ2つだけなんで今のところかなりレアです。なんだろうね、コレクターズアイテムみたいな。ほんとね、一つで済まなくなるみたいよ自分で言うのもなんだけど、自分で言うのもなんだけど、たくさんコレクションしてくれてる方って結構いるんですよ。嬉しいことだよね。とっても嬉しいことです。今回のロットはステッカーを2枚ずつにします。よいしょ。これ俺も使いたいな。作りゃいいじゃねえかって話ですけどね。自分で使うのはね、なんかちょっと気に食わねえなみたいなものを使ってます。よいしょ。下ごしらえでも何も済んでないんで、次のやつやろうか。